女優の安田成美さんです。どうぞ。どうも、安田成美です。レースが大好きでして、今日も本当楽しみに参りました。我慢できずに皆さんよりも一足先にダイアンさんに全部説明してもらいながら、贅沢に1時間しっかりと見させていただきました。今日はよろしくお願いいたします。こんなに細かい作業をしていたのかと、とても贅沢で、何人の人が携わってどのぐらいの時間をかけて一つ一つを作っていったのかと思うだけで、もうため息しか出ません。もうこれは絶対皆さんに見ていただきたいなと思いました。私好きだなと思ったのはエプロン、はい、神様がいっぱいモチーフが入っているエプロンというものが、はい、素敵でした。エプロンは前のドレスの飾り物でした。だから昔は17世紀はレースはステータスでシンボルでした。もちろんキッチンの中でお使いはできませんでしたね。いろいろの神様が入っています。象徴的は力と美しさと生活の楽しみ、平和の祈りの感じでした。すごく綺麗に保管されてますね。朝の強さが分かりますね。そうですね、そうですね、はい。ダイアンさんはおばあ様がレース職人でありコレクターであることから、レースのアンティークレースの世界に進まれました。安田さんはレースに興味を持たれたきっかけって何ですか？もともと編み物とか好きで、レース編みとかももう本当に太い糸ですけれどもやっていまして、で数年前にちょっとレースのことでやっぱりベルギーに雑誌で取材に行かせていただいた時にボビンレースに初めて出会いまして、もう細かさとおばあ様が実際90歳のおばあ様が実際ボビンレースをしてたんですね。その速さと巧みなその技に感動してしまいまして、そこでいっぱいそのアンティークレース買える分だけ買い漁って帰ってきました。すごい軽いです。でもね、軽いんですけど、なんていうかな、変な重みがあってかわいい、いいな、ダイアンさんこんなの持ってて、かわいい、こんな感じ、はい、わーい。素敵です。いかがでしょうか？贅沢です。なんかもう宝石よりもすごいかも。人の手で時間かけてこれ作られたと思うと。それは19世紀のレースです。ベルギーで作ったもの、バラのモチーフですね。だからレースの名前はポアン、ポアンはスティッチ、ポアンでローズ、ローズはバラね、はい。なんか、はい、ふわふわしてるんですけどフィットするんですね。そうですよね。なんだかその重みが、はい、いいな。綺麗です、ね、いつも見れる場所に、リメイクしつつ飾って生活の一部にしております。はい、ご家族の反応はどうですか？反応悪いです。レースっていう男の人はあまり興味ないのかな。でも説明したらよく分かってくれました。どれだけ大変なものなのか、全部手作りで作られているものなんだってことを説明したら驚いてました。はい、はい、私実は編んでるんですけど、この糸の100倍ぐらい太いもので編んでまして、とてもこんな細かいものは作れないですね。でボビンレースを実際ベルギーで見に行った時も本当に神業です。マジシャン、90歳のおばあ様だったんですけど、こう見ずにどん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 ピアノでも何か弾いているように編んでいくんですね。あれはもうちょっとやそっとではできない技だと思っております。だから今日なんかはとても興奮しました。編み物は2人では編まないですね。でも主人は伊竹さんは趣味はいっぱいありますので、やることはいっぱいあるので一緒にわざわざするほどでもないと思います。なんかのび太さん見てるといいなと思いますけど、私は趣味の範囲かなと思います。もう少し上手になったら気持ちは変わるかもしれないですけど、私の作ったものは近くで見るとかなり雑なのが分かっちゃうので、もっと勉強します。そしたらおばあちゃんになる頃できたらいいですね。いつも好きなものをこう探しているので、とても本当に私も尊敬するぐらい多彩な人なので、本当は歌も歌ってもらいたいし、なんかライブとかね、いろいろやってもらいたいなっていう思いはあるんですけど、何でも何でもやってもらいたくって、ただ
そう、エーバだけじゃないと思うんですけどね、どうだろう。皆さん見に来てください。今のダイアン・クライスのコレクションですけれども、横浜総合美術館で見られます。今度は京都と東京渋谷でも見られます。ぜひ皆さん楽しんでください。いらしてください。